ずいですねこれ。解説とか？昨日トークショーやってたぜ。本とか出すんじゃないか。666の真実、米騒動とは。我の美学。何やってんの？カメルーンで農業、プロ野球ニュースの解説に復活しないのかな。11球団ファンとカメルーン人一人がチュニドラ監督再登板熱望してる。日本代表監督藤川球児の代わりに NHK で宮本慎也と解説やってそう。プロ野球ニュース復帰やろ。立浪代表監督から招集かかったら NPB の選手なら並大抵の理由じゃなきゃ出るやろ。2500発も打った代打者なのにな。もう二度と NPB の現場には関わらないでくれ。心の底からそれを願う。逆になんぼでも仕事あるやろ。あんだけ話題性あったんやし、チュニドラの裏話とか普通に聞きたいわ。666で叩かれまくってたのに対してやつれてないし元気そうだな。やっぱメンタルだけは半端ねえな。そんなもん裏で抹殺するタイプのライ。普通に喋りは上手だし解説とか戻るんじゃね。しばらくは自分の見てた選手が出続けるんだし、聞くまでもないだろう。戻る、だけさ。誰でもいいから666の責任について真正面から聞いてもらいたい。そら YouTube よ。ドジっ子たっちゃんの日常を映せばお前らだって水に折れないだろうよ。優雅如くに出てほしい。そら片岡篤史チャンネルにゲスト出演やろ。立浪と井端で采配について議論してもらいたい。無能同士でそれやったら絶対面白い。サンドラかなんかでもう解説は当分やらないとか言ってなかったか？立浪の取り巻きでゴルフ三昧やろ。あずま会地方のすべての局で解説しとったからな。どこかには解説復帰するやろ。立浪と片岡で漫才やれよ。コンビ名はもちろん666で。ファブルみたいに一年は平穏に暮らすんじゃないかな。喋る方は何とかします。現場は無理だし。解説も説得力ゼロになったから無理やろ。しばらく解説とかやらないって言ってたぞ。立浪監督やっててコーチまともに集められなかったくらいの人脈やぞ。実はそんなに求心力ない。選手全員ボイコットしろ。客の呼べる監督なんて呼びたいメディアや団体はいっぱいあると思うけど、本人は必死に仕事しなくても暮らせそうなんよな。広岡達郎、立浪はまだ若い。外で勉強してまた監督をやればいい。とか言いそう。一日警察署長。3年連続再開とかいう部署が解説したって説得力のかけらもないしな。お前はもう年だ。さっさとあの世へ行け。仕事じゃなくて、しのぎ。な。今まで中傷し続けてきた X やってる初開き連中開示祭りしたら熱い。当分はゆっくりするんちゃうか。急いで仕事せにゃならん生活してるわけじゃないし。立浪の解説はわかりやすくて好きだぞ。とりあえずスタメンを20代や育成上がりで固めれば X やってるゴミクズたち黙らせるのにね。そら井端の後の代表監督やろう。実は解説は無難で聞きやすいから評判いい。監督やってる時でさえ他人事みたいな第三者視点のコメントしてたし、実際解説が天職よな。素晴らしい忖度。日ハムファンには不要。解説はやらないって言ってたよ。寂しい。何 J や SNS だけでなくリアルでも3年間立浪が話題持ってったし、やっぱスターやな。内容が良ければ成績振るわなくても中畑みたいに評価された野郎に。何かしばらく球界と距離を置いて隠居するみたいな感じだったよな。名古屋市長選挙終わったか。ならば愛知県知事選挙に立候補や、毎日が立浪で満たされる県政。ノリ、片岡、橋本、野村で立浪オールスターズ作って CHUNAMI リリースしろ。宮本喋れんやん。牛丼屋の CM。ぼーっとして選手交代を伝えなかったりしたからな。ひろき、清しも気分で。聞き心地ええよな。ここの連中に仕事の心配されるなんて6666ぐらいの屈辱だろ。野球一貫に呼んでほしいですね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。